皆さん、これがリムールバードですか。とても綺麗ですわ。こっち行ったよ。早く捕まえるんだよ。逃げられちゃいます。急げ、リムールバードに食われる前に拙者が追い立てるでござる。うん、石も打尽である。よっと、龍馬くん、エリア、あの人がリムールバードとの契約を試すみたいだよ。契約に演奏の腕前はどのくらい影響しますか？自信を持って演奏した曲で失敗し、怒って楽器を叩き壊したら、その音で契約に成功したなんて話もあるのよ。それはまた、なんというか。演奏を認めない場合は、不愉快な警戒音を発するのじゃ。警戒音って…不愉快っていうか、完全にバカにされてるっていうか…いかんな、油断するな。はっ。ウィンドカッター。リムールバードは風魔法を使うのか。リムールバードは温厚な魔獣だけど弱いわけじゃないの。侮って力ずくで従いようとすれば当然抵抗されるわ。っていうか、あの人こっちに向かってきてるけど。